宅配用のトラック、そして移動販売用のトラックがずらりと並んでいます。訪れたのは福岡市西区のグリーンコープ福岡西支部。西区と早良区、糸島市の食品などを宅配しています。はい、こちらで今現在充電をしています。福岡西支部では11月に48台すべてのトラックを EV 車にしています。すべてのトラックを電気自動車に入れ替えたきっかけは利用者の声でした。地球環境のことをもっと考えてほしい、この温暖化とかを何とかしてほしいというお手紙が届いたことがきっかけでした。配達中のトラックに乗せてもらいました。横乗せてもらって、はい、全く車のエンジン音がしなくて静かだなと思ったんですけど、はい、実際はどうですか？もうかなり静かです。組合員さんとかにもよくいつ来たのとか、もう全然音がしないから全然分かんなかったっていう声がすごく多いです。この電気自動車はガソリン車に比べて走行音が静かな上、燃料費も3分の1で済むなどメリットが多い反面、車体価格がおよそ4倍高く、毎月430万円もコストが増加しているそうです。ガソリン車より費用がかかるので、そこのところを今組合員さんたちとどうやって費用面を工面していこうかということをみんなで考えている途中です。グリーンコープは2027年までに使用する1300台すべてを電気自動車に切り替える方針です。